2012年4月11日午後3時10分ごろ、福島県福島市神馬町のマンション6階の部屋で、この部屋を所有する男性が室内を清掃中、2人の変死体を発見した。現場の部屋をめぐっては、2日前の4月9日に窃盗容疑で入居男性 A の立ち会いのもと、福島署による家宅捜索が行われていた。しかし、家宅捜索開始直後に A が隙を見て逃走、マンション屋上に駆け上がり飛び降り自殺をしていた。同署は A が死亡したため家宅捜索をその場で中止、収納棚は捜索せず、変死体は見つからなかった。部屋を所有する男性によれば、住人の A が死亡して空き家となったため、室内を清掃していたところ、6畳の洋室の収納棚の中からビニールにくるまれた不審な包みを2つ発見した。男性は気味の悪いものがあるので見てほしいと福島署に電話で通報。駆けつけた署員が包みを開けると強烈な異臭がし、成人とみられる変死体と分かった。同署は遺体や現場の状況などから殺人と死体遺棄の疑いで捜査を始めた。飛び降り自殺した職業不詳 A は、本籍が宮城県石巻市で一人暮らし、2008年から現場のマンションに住んでおり、定職にはついておらず生活保護を受けていた。 A を知る人は、几帳面な印象だった、おしゃれな服装をしていたと話した。マンションの部屋を貸していた男性は、 A は誠実で穏やかな感じの人、家賃の支払いが遅れることもあったが、滞納が続くことはなかった。部屋はきれいに整っていたと語った。 A には姉がいるが、遺体の引き取りには来なかったという。遺体で見つかったうち1人は、身体的特徴などから福島市桜木町の職業不詳 B さん63歳と特定された。 B さんが住んでいたアパートの住民らによると、 B さんは一人暮らしで、2、3ヶ月前に愛用の自転車がなくなって以降、姿を見かけなくなったという。水道や電気は1月からほとんど使われておらず、郵便受けにはチラシがたまっていた。 B さんの住んでいたアパートの管理会社が2月5日に家賃の支払いを確認しており、 B さんはその後に死亡したとみられる。もう一人は福島市元内の職業不詳 C さん63歳と分かった。 C さんの近所の住民が前年4月に洗濯物を干す C さんの姿を目撃しており、
これ以降に死亡したとみられる。 C さんも一人暮らしだった。 C さんの遺体は死後1年以上が経過し、一部は白骨化していた。2体とも服を着た状態で、 B さんはブルーシートに包まれており、 C さんはビニールのようなもので巻かれていた。膝は折りたたまれた状態で収納棚に並べておいてあったという。3人は2年ほど前に生活保護受給者を支援する NPO 法人を通じて知り合ったものとみられている。また A の部屋には B さんたちの他にも複数の男女の出入りがあったことも判明している。出入りしていた男性の一人によると、1年以上前に女性が数人ほど出入りしていたが、その女性らとは連絡が取れなくなっているという。福島署は2013年2月、死体遺棄と盗みの疑いで A を容疑者死亡のまま書類送検した。送検容疑は B さんと C さんの遺体を自宅の収納棚に遺棄した容疑と、知人のキャッシュカードを盗んで銀行から金を下ろした疑い。遺体に圧迫された痕跡や刺し傷など目立った外傷がないことや、第三者が関与した形跡がないことなどから、二人とも A の部屋で死亡したとほぼ断定。三人の間に何らかのトラブルが発生し、 A が二人の遺体をブルーシートなどで包み、自宅の収納棚に遺棄したとしている。しかし遺体の損傷が激しく、死因は特定できていない。詳しい事情を知るとみられる A が死亡したことで、真相究明は困難となり、殺人容疑での立件は見送られた。死亡した3人は交友関係が限定的で身寄りが少ない。3人の関係もいまいち不透明で、事件の構図を描くのが難しい。なぜ遺体を室内に置いていたのか、なぜ A は突然飛び降り自殺をしたのか、事件には依然として不可解な部分が多い。Yeah.